東京都心部の路線山手線、漢字はどう見ても山手線です。日本語を学習している人にのなんてどうやったら読めるのと聞かれても、多くの人は固有名詞だからくらいしか答えられないと思います。言葉は難しい。今回は山手線に代表されるのの表記問題を解説します。1. 白助詞のの表記の省略。漢字で書いたときにのを省略する地名は他にもあります。例えば宮城県の石巻、静岡県の富士宮、山口県の下関。漢字の音だけで読めばのは入りませんが、慣用としてのを読みます。では地名になればのの表記は必ず省略されるかというと、そうではありません。例えば鹿児島県の西之表、和歌山県の紀の川、北海道の上の国、のの書き方は様々ですが、いずれも各助詞ののが表記されています。こうしたのは単純に私の本などと同じ各助詞です。山手線の手は方向を意味し、山手は山の方向、山に近い高台を指す言葉です。ただしこのような格助詞のはなくても成立します。地名など固有名詞の場合はむしろ省かれることの方が多いです。東京を東の京とは言わず、新宿を新の宿とは言いません。そもそも山手線の山手と書き山手と読む地名も横浜など各地にあります。 2. 渡辺は渡辺問題も山手線と同じ。実はこの各助詞省略するかしないかは地域によって異なる問題はのに限った話ではありません。日本の地名人名の読み方が難しい一因と言えます。代表がこうした渡辺と読む漢字を渡部と読む場合もある問題です。人名ならば個別に聞くしか判別方法はありません。この読むことも読まないこともあるなは各助詞ののと同じ意味と見られています。平安時代以前に現代ののと同じ意味の助詞としてなが使われていました。数は少ないですが、渡辺さんもいらっしゃるのはなとのが同じ意味と分かれば納得です。なお渡辺の意味は人を乗せて川を移動する船渡しプラス職業の集団を意味するべと言われています。 3. ひらがなカタカナ漢字小書きのの統一のない助字。東京の霞が関のがのような地名を構成する補助的な部分を国土地理院では便宜的に助字と呼んでいます。助字は現代国語文法の用語ではありませんが、地図の世界では現在の公共測量標準図式でも用いられる言葉です。しかしこの助字の表記は安定していません。霞が関もよく小さいがが使われますが、住所としての正式な表記はひらがなの霞が関、東京メトロの駅は大きいがの霞が関と様々です。同じ問題がのでも起こっています。京都の天の橋立は現在正式表記にのはありませんが、文献によってカタカナ、ひらがな、漢字など様々な表記があります。なおたまに使われる小さな文字ののは霞が関のがとは異なり、ジスコードに小書き文字がないため基本的にパソコンでは表記できません。 4. 激動の名称山手線、山手線、山手線。地名におけるのの難しさは十分伝わったと思いますが、山手線がさらに難しいのは正式に山手線だった時代が存在することです。山手線の名称は1901年から使われ始めましたが、
1945年山手線が正式名称となります。戦後 GHQ にローマ字表記するように指示された際、北鉄内の通称だった山手を正式表記にしたと言われています。実際1964年の文献では以下の通り、人々はもはや山手線とは言わなくなったと記述しています。しかし横浜の山手駅行きと紛らわしいという不便さなどもあり、1971年に正式名称を元の山手線に戻しました。これが現在まで続いています。終わりに、難しいので間違いにも目くじらを立てずに、様々な地域の脳を見てきましたが、明確な基準や法則はありません。現在のところ表記を統一する制度などはなく、正式な呼称を覚えるより仕方ありません。地名は地域の歴史と関わりますから、間違いをよく思わない人がいるかもしれません。しかし見てきた通り、表記の問題は大変難しい。完璧に間違えないことは不可能です。誤りを過度に咎めたり嘲笑ったりすることは地域への関心の目を摘んでしまいます。ややこしさも含めて、いろんな人に地図や様々な地域の歴史文化を楽しんでほしいと思います。今回の参考文献はご覧の通りです。こちらの文献リストは動画概要欄にも載せています。また今回の内容のテキスト前のリンクも概要欄に載せています。引用箇所など詳細を知りたい方はそちらをご参照ください。このチャンネルでは教育や学びに関するコンテンツを様々な文献や検証に基づき丁寧に解説しています。多くの方に教育について知ってほしい、考えてほしいと活動しておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。